どうも、ポチです。レオです。シムズ4、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。エトワールさん、前回はギター弾き終わった後、もう寝ました。はい。ちょっと、なんかいろいろやって。うん。で、ちょっと動画外で、お部屋をまたちょっと改造しました。そうだよね。なんかベッド変わってね。うん、ベッドもね、なんか、前回背中が痛いというか、なんか。ああ、文句言ってたね。そうそう、マットレスが硬いからなんやって言ったので、うん、良いベッドに変えて、寝やすい。今だから見て、この、すやすや、寝てますよ。なんかさっきお化けの夢っぽいので笑ってたよ。本当に？うん。そうで、あと、今ちょっと寝てる間に紹介しちゃいますと、お風呂も、ほら、嫌だって言ってたじゃないですか、うん、シャワーが、なんか、あ、なんか、水圧が、水圧がじゃないけど、なんか、うん、言ってたわ。最新のお風呂に。なんか、すげえいい風呂になっちゃってんじゃん。なんか、ジェットバス？ジェットバスっていうの、うん、なんか。てか、シャワーなくなっちゃってんじゃん。シャワーはなくなっちゃったんだけど、お風呂、いいお風呂にしまして。ほう。はい。あとは、一応、ソファーも、決まる、エトワールだ。うん。エトワールの、紫色に。うんしました。ケマルーアってあっちじゃん。ケマルーアは本職の人ですね。そうだね。本職？架空じゃない方じゃん。架空じゃない方ですね。まあ、両方ゲームだから架空なんだろうけど。架空だけど。で、あと、作家さんになったので、うん、作家活動をするためのパソコンみたいなものを、はい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 。導入して、はいはい。いよいよ作家としての仕事をやっていきたいと思いますよ。うんちょっと早くして起きると思うんですよ、もうそろそろ。はい。意外に寝ますね。めっちゃ寝てる。起きた。起きたね。はい。どうしたんだろうね。どうしたどうしたどうしたんだろうね。どうしたんだろうね。さすが正気じゃないな。朝食をとる。朝食をとる。お。お。また。あ、今日は、ピーナッツバターとジャムのサンドイッチを食べる。美味しそうだね。もう入ってる料理はちょっと今日しません。前回ね。そうだね。大変なことになったので。今日はしませんね。ピーナッツバターとジャムってさ、うん、別々にしてんのかな？あれ今1枚になってる？ 1 枚だなぁ。あれ1個食べたのかな？取り合わせ。美味しいのかな？やばくない？別々だったら美味しいのにな。うん。お友達と話してます。出た。楽しそうだね。今日仕事あんのかな？あ、仕事あるな。あるんですね。5時間後。頑張ってくださいよ。まだ評価が普通だから、ちょっと、執筆スキルでレベル2に達するがまだできてないので、はいはい、まだ昇進はできないね。次昇進したらフリーランスのライター。フリーランスライターって書いてあるね。フリーランスにいきなりなっちゃうんだね。うん。へぇ。出かけるもクソもないじゃんねってなっちゃう気もするけどな。ね、まあ、そっかそっか。じゃあ、執筆5時間あるからちょっとできるのかな？ああ、仕事までってこと？うん。そうだね。多分。日曜日だっつうの6時くらいに起きてるってすげえな。すごいな。でも今日仕事だからね。そっか。早起きなんだな。早起きだ、ね。寝るの早かったから前回な。まあそうだね。前回なんかいろいろ大変だったからね。そう、いろいろ疲れちゃったからさ。ぼやが起きてみたり。ほんとだよ。なんか、自信満々になったけどさっき火消して。そうだね。そういうことじゃないから。まあ必然的に。そう、お金入ったと思って、保険のなんかお金降りたと思ったけど、うん、これ2台買ったら全然足んないからね。足んなかったね。本当にもう。まあそう、そりゃそうだよ。そうなるよ。片付けてください。お皿をね。またもうちょっと動画外で、ちょっと、この辺寂しかったりするのでなんかできたらなって。はい、はいはいはい。思います。そうだね。執筆をしようかな。執筆を練習する。はい。
これでちょっとは執筆スキルが上がるんすか。あ、習得した、今習得した。あ、レベル上がるも何もないじゃん。うん、今身についた、初めて。あ、そうなんだね。ね、上機嫌らしいですよ。まあ笑ってるもんね。美味しい食べ物を食べた。ピーナッツバターとジャムのサンドイッチは好きなのかな。え、でもこいつ好きなのチーズでしょ。あ、チーズ好きだけどね、うん、これが上まで上がったらスキルが1上がるのかな。そうだね。ちょっとじゃあちょっと早くしようか。それあれだよね、そんなすぐに上がらんわな。なかなかね、徐々にだね。あ、でも意外とあれなんだね、今早送り1、2時間とかやってると上がってくんだね。上がってくんだね、ちょっとずつ。へー、1ぐらい上がるかな、仕事行くまでに。あと2時間。どうしたどうしたどうしたの。怒ってるよ。え、どうしたの。すげえ怒ってるじゃん。下品な言葉ダメだよ、下品な言葉使っちゃ。なんで急に下品な言葉。正気でない。正気でないからだ。からだ。ゴミ箱を蹴る。やばいじゃん、こいつ。怒ってる。怒りながら執筆してんだ。でも楽しそうだけどね。気のせい。いや、あの叩き方はでも正気じゃない。怒ってんの？急に戻った。怒ってんのか、これ。あはぁ。あはぁ。え、これ何すかこれ。大丈夫かなこれ。ちょっと早くします。あ、あと1時間後に、1時間後に始まるって言ってんの。ダメ、スキル上がんなかったな。あと53分。おわ、こいつやっぱやばいな。あと何分後？10。お、レベル上がった。1個。上がったよ。1個上がった。やった。あと2分。お、達成したな。でもまだ、ね、まだちょっと評価が普通だからな。評価が良くなると昇進するの？うん。多分そうだと思うんだ。上司の評価がね。うん。仕事に出かけました。いい。頑張って働いてこい。いやー、本当にね、これ、よかったかって。そうだね。今日多分、お風呂入るんじゃないかな、帰ってきたら。風呂だけやたらすごいもんな。あ、帰ってきました。帰ってきたね。280シム、オリオン、稼いできた。な、なんか楽しさが足りないって。最近家具ばっか買ってたからな。お金がね全然なかった。そう、全然ね、買いすぎちゃってお金がなくなっちゃって。それなくなるよね。うん、いくら保険が降りたとはいえさ。いや、保険ビビたるもんだったよ、保険。そうだろうね、全然足りない。まあ、でもこのソファー似合ってるでしょ。まあそうだね。もうなんか、徐々に慣れてきたよ。もうこの、エトワールに？うん。もう、これはこういうものなんだっていうふうになってきた？認識し始めたよ。もうちょっとね、この辺もね、エトワール、台所とかエトワールチックにできたら。エトワールチックが、この椅子とかもね。そこは未だにね、僕は分かってないのかもしれないけど。まあ、まずは寝室から、どんどん変えていきたいと。ああ、そっか。あの寝室がある意味ゴールなのか。まあ、これはエトワールチックだよね。ってことなのか。うん。ああ、じゃあ結構あれだね。いい感じ。やばい家になってくるんだな。そうだね。てかまだポチのエトワール像がまだ見えてないから。まあ、ポチも見えてるかって言ったら、見えてはないのか。別にそれを作るゲームなわけじゃないもんな。そうそう、言うたら。あ、明日も仕事だ。まあでも日曜日の次の日だから、月曜日は普通ね、だいたい仕事だからね。
日、月、水、金が仕事だ。あ、でも見て、評価が優秀になってる。あ、すごいじゃん。いいね。あ、そか、本を読まなきゃいけないんだ。本を今読んでるから、これが 100% になったらもっといいのかな、うんうん、なるほどね。下積みみたいな感じだ。そう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 。どうしたの？どうしたの？早く本、ちょっと早くしようか。すげえ読んでる。で、トワールさん、やっぱりちょっと寂しいと思うので、はい、でもなんか友達いたよ。あと友達はね、何人かいるんですけども。うん、だから余計に辛く感じたけど。不快だよ、なんか知んないけど。お手洗い行きたいんですね。あ、そういうことか。そしたらまあいいよ。うん。で、あれですよ。もし、できたら、やっぱりこう、恋人とかね、いたらやっぱり違うんじゃないかと。はい、うん。あいつ風呂入らず寝たぞ。あ、あらー。しかもお腹空いてる。なんだなんだこいつ。やっぱ正気じゃねえな。起きたらちょっとご飯、ちょっと。めっちゃ怒ってるじゃん。前回ちょっと失敗したけど、作ってみますか。マジっすか。行く。うん。ヘルナンデス陽介をサービス係として雇う。すごいね。金もないのに。料理しましょう。はい。何作ろうか。何食べたい？前回何で失敗したんだっけ？前回なんかすげえ難しそうなの作ってなかったっけ？ちょっと1にしよう。スキル1のやつにしようか。そりゃそうじゃない？やっぱ1からちょっと徐々にね。うん。ハンバーガーケーキって何？なんだこれ。バンデムエルト。バンデムエルトかな？わかんない。これにしようか。はい。一人分。うん。よし。頑張れ。で、なんだっけ？え？ あ、そう、なんか一人で寂しいからって言ってなかった。恋人を探そうかなって思ったんだけど、今日仕事なんだよね。あ、なるほど。うん。探せないじゃないですか。そうなんですよ。お、そんな混ぜ方あるんだから。抑えましょう、ボールはちゃんと。なぜあんな風になったのかみたいな感じになってるけど。何入れた？だから、ボールを抑えろ。何作ってんの？バンデムエルトだっけ？なんかパンみたいなやつだったと思うんだけど、なんでこんなビチャビチャしたものなんだ？火使う？お、そこに入れる。え？え？すごくない？なんかパンの形になってるよ、ほら。下。え？ジャーって入れただけなのに。呪術的なこと？すごいなぁ。そんなこともできちゃうの？あ、できた！火事になんなかった。何これ何これ、うまくできたのかな、素晴らしい。だって、そんなんできるんだ。へえ、まあでも光ってるけど、うん、ほら寂しいじゃん、やっぱり恋人作ってあげようよ。これはいた方がいいわ、うん、誰かいた方がいいわ、誰かここにほらいた方がいいよ、こう椅子3つもある、あと、うん、このままじゃまずいわ、このままじゃちょっと寂しいよ、うん、うん、だからやっぱ恋人があと4時間で仕事だ。仕事行って帰ってきたらちょっと恋人探し行こうか。うん。ね。なんか不快になってますけど。うん？なんで？チープな冷蔵庫の匂い。ああ、もう。あ、冷蔵庫も買えろと、お金ないんだよな。そうね、誰かコンロをダメにしたから。そうだよ。アップグレードと、まあ冷蔵庫もね、そのうちね。もうちょっとしたら、ね、じゃあ次は冷蔵庫変えるか。そうね。まあでも、あれじゃないですか。ほら、よくあるじゃないですか。そう、また。なんか。片付けろ。あ、お風呂に入ろうとしてる。お風呂先入れてあげようか。なんかさ、ほら、同棲とかさ、できたタイミングでさ。おぉ、ブクブク言ってる。あ、すげえブクブク言うじゃん。いいね。あ、喜んでる、ほら。これはやっぱ、あれだな。ほんと、早く彼氏作ってあげた方がいいんじゃないかな。そうだな。彼氏作ってあげよう。なるべく早めに。なるほど。良い。なんかそうやって、それ、ね、未来の彼氏さんとさ、一緒に暮らすタイミングとかで、ほら、だいたい家電とかもさ、一新されたりするじゃん。新しくするもんね。うん、どうしたの？どうしたの？あ、
なんだこれ。モップがけしよう。なんか濡れちゃった。いや、今バチャバチャしてたからでしょ。そう。お前が、なんで水飲んじゃった。どう見ても。ん？お？お？あ、拭けって言ったのに。水を置いて、水を置いて、掃除する。そうそう、彼氏さんをね、うん、探しに行って、行ったらこの、あ、違う違う。違うよ。それを言いたかったんじゃないよ。エトワール、こんなエトワールを受け入れてくれるような良い彼氏を探すっていうのが目的です、今回。おぉ。郵便物？何郵便物って。請求書だってお金ないのに？やばいじゃん。いくらだ？いくらだ？ちょっと、それ片付けた後にちょっと、どこだポスト。やばいじゃん。やばいやばい。足りるかな？請求。あ、大丈夫だった。373シムオリオン。買った。給料より高いぞ。やばいなぁ。あ、でもまあ、一応あれか。一日の稼ぎだから、あれは。そうだな。あ、そうかそうかそうか。なんとかなるのか。毎日毎日請求書が来るわけじゃないもんね。そうだよね。水飲んでる、こんなとこで。すげえな、こいつ。水飲みながら、ポストの前向かってるようなやつ。これ、彼女にする？あ、ちゃんとこっぱらおうとしてる。偉い。偉いぞー。女子力アップだ。マジで。ほら、洗ってる。偉いぞー。結構、きついよね。あ、いいお風呂だったんじゃない？ほら。アクアジェットセラピー。アクアジェットがあれば、手足や、筋肉をマッサージして、のんびりリラックスできます。喜んでる。喜んでるのか。よかった。清らかな飲み物、清らかなドリンクは、一日を少しだけ明るくしてくれます。さっき、トイレの水だったよね。洗面所のね。ここのね。うん。この水美味しいんだ。そうなんじゃない？あ、おトイレ、すいません。覗いちゃって。ちゃんと、あれなんだね。おトイレのシーンは映さないようにするんだよ。いや、ちょっとね、お風呂はいいかなと、おトイレはちょっとかわいそうかなって。なるほど。あ、読書が足りないの、まだ 75% か。あと2時間あるから本読もうか。うん。本読んで、本読む。本、なんか、なんでもいいから。何する？サンドイッチ時代の愛にする？何それ？わかんないけど。もういいんじゃないの？これいいか。これにしよう。読んで読んで。急いで。あれ？違う。ここに水ある、さっき汲んだの。うん。あいつ何飲んでたの？何飲んでたんだろう。また水汲んだのかな？え、怖っ。飲んでます。ちょっと早くしようか、飲んでよ。本を読めって言ってんの？一人ごと。なんだあれ、サンドイッチじゃん。サンドイッチか、あれが。もうすぐ仕事だ。あ、読書いいぞ。もういいぞ。完了になった。お、マジか。よし、仕事行け。早く戻ってこい。どこ出かけようか。どっか出かけて出会いを探した方がいいよね。あ、夜だから。バーとか、そういうとこがいいか。あ、まあそうだね。前回ね、行ってないもんね。昼だったから。うん、よし、じゃあバーに繰り出すよ。そうだね。相席居酒屋みたいなのないの？ないないない。お、昇進した！お、昇進してる。すげえ。フリーランスライターに昇進しました。やった！やったね。私、執筆スキル上げなきゃいけない位置。そうだね。で、執筆しなきゃいけない。今度本読むんじゃなくて。あ、ついに。ああ。なるほど。あ、509シモオリオン稼げるよ。なるほど。え、あと何？リンゴと水差しと本と瓶と花の生物画。物語のアイデアを売り込む。ボーナス？ボーナスもらった。次は火曜日の9時です。はーい。言ったね。ちょっとお金がもらえるようになりました。そうだね。
じゃあ、繰り出すか。出かける。誰か連れてった方がいいかな？みんなでもあれなんだよね。だいたいみんなあれじゃない？フリーターじゃない？職について、もうでも職についてるかもしんないよ。職についてないか、もう結婚してる人なんだよね。どっちかでしょ。ちょっとじゃあ連れてかなくていいか。うん。二極化が激しいからね。そうなんですよ。お友達になりたい人はいるから、アビゲイルは連れてこう。オッケー。そいつ連れてっても意味ないじゃん。そいつもう結婚してるよ。ああ、そいつ結婚してるけど、ダチだから。そっか。うん。ほら。ナイトクラブ、ここ。ここで出会いがあるよ。え、俺、こんな二人絶対に声かけないと思うの、誰も。はい、到着。これは話しかけづらいですよ。あ、誰か踊ってる。すげえ楽しそうなのがいる。やばいのがいるな。すごくない？ちょっと待って。あ、これ、いたんじゃない？これ誰だ？あ、でも、ダンって名前らしいけど、まだ出会ったことない自己紹介しよう。うん。とりあえず普通の自己紹介、元気な自己紹介しよう。あ、すげえ踊りだな。ウェーブだな。いたじゃん、早速。クルーバーグーン。クルーシュ。なんかこいつ前もいたよね。いた気がするな。うん、とりあえず結婚してるかどうか知らなきゃいけないから。そうだね。どうやったらわかるかな。あ、またあれなんじゃないの、キャリアについて聞くんじゃない。あ、相手のことをもっと知るかな。あ、なるほどね。あ、キャリアも後で聞かなきゃ。バレングラビロマンチック。ちょっと、これ、あ、ロマンチック若者。あ、若者ってことはまだあれなんじゃないの。もしかしたらありえる。ありえるんじゃない。ありえるぞ。よし、ちょっととりあえずキャリア出た。キャリアについて、いや重要でしょう。ん、天空部越えば何してる。あはは、イエー。スポーツチームで成長株ん？をしてることを知りました。某スポーツチームで、スポーツしてんの？ん？そうなんじゃないの？ん？プロスポーツ選手、いいじゃない。やばいじゃん、すごいじゃん。ロマンチックなプロスポーツ選手。いいじゃん、いいじゃん。ちょっともうちょっと、もうちょっと聞こう。これはすごいぞ。すごいぞ。ちょっと、興味。その職業で選ぶのやめてあげてもらってくんない？あれ？なんか横にもなんかいるな。いるね、一人。いい顔してる人いるな。うん、もうちょっとこの人について聞きたいんだけど、ないね。相手のことを聞くがなくなっちゃった。そうだね。何回も聞けないのかな、そんなすぐには。とりあえず褒めとくか。ちょっとこの人も気になる。この人の踊り気になる。すごい気になる。いいな、この踊り。ああ、やっぱウェーブは流行りなのかな。っていうか、こういう場所なの？パンド。お。どうですか？フリーバー from キャリア。大人だ。あ、いるな、結婚してるな。あ、この人結婚してるね。大人だわ、大人の男子だわ。あ、よいよ。好き踊ってんの、この人も。すごいな。いや、ウェーブ流行ってんだよ、これ。うん、やばいぞ、ちょっとある。この人と仲良くなろう。ライバルが現れたぞ、だって。次々とライバルが現れてるぞ。やめてくれ。もっと、仲良く。やばいぞ。仲良く。さっきから踊りの仕方っていうかさ、バーってそういう場所？踊る場所なんじゃん。あれどこ行っちゃうの？あれ？あの人どこ行っちゃったの？ちょっと。あれ？バーテン？ブラファダーファ。あ、なんかもらった。
腹空いちゃってたんだ。あの人下手じゃない？そうだね。あー、そっかそっか。何食ってんの？ん？え？なんだこれ？なんか食べてる。またこいつポテトチップ作ってるじゃない。ポテトチップっぽい。話に混ざってる。あ、こことここで話してる。遠くない？そうなんでそんな。間に挟んで話してるの。あの人と仲良くなろうよ。この人、この人。この人。あ、ほら、話しちゃってるじゃん。ほら、やばいよ。巨乳に取られる。そう、なんかあの人のがおっぱい大きいし、やばい。服装もちゃんとしてるし。いや、どこで踊ってんの？いや、ちょっと待って、一人で踊ってる。寂しいからやめて。違うよ、ちょっと待ってよ。全然ダンと絡めてないじゃん。ちょっとUh-huh. 話してるのかなこれ。遠くない？話してはいるんじゃない？話してはいるな。面白いこと言おうか。ジョーク言うわ。だ、それ、ダメだよ。ダメなやつ？いいんじゃない？Oh. だいたい分かってもらえるやつじゃん。ジョーク。ジョークダメかな。あ、でも近づいてきたよ。ほら、だんだん。あ、ちょっと近づいてきた。あ、ほらほら、いい感じ。ちょっと、誘惑してみる。ダメかな、まだ。マジで。独身かどうか聞いてみようか。独身だ。お。すげえ、おテンション上がっちゃった。めっちゃテンション上がった今。タイミングよ。褒めるわ。まだ仲良くなれてないな。仲良くなりたいな。デートに誘う？早いか。早いんじゃない？え、打ち明ける惹かれてること、まだ早いか。すごい早いんじゃない？今会ったばっかだから、ね。ちょっと。ハグする？何話そうか。興味をそそる話をする。座ればいいんじゃないのかな、ここに。そうね。ずっと撮ってくる。座ってくれないかな。ロサリオダン。あ、いっぱいライバルが。すげえいっぱいいるじゃん。ライバルがいっぱい。ノリノリだ。全然座ってくんない。あの奥のやつの踊り気になるわ。この人ね。ダセーわー。これお友達じゃん。あ、座られちゃった。ちょっとお前。アンソニー。なんでそこ座っちゃった。でさ、マジか。一緒に踊るじゃん。一緒に踊ろうよ。来てくれた。来た来た。来てくれた。来てるのか。あ、そこで踊るの。そこで踊るんだね。まあいいか。いいね。いい踊りするね。やべえな。てか、あいつずっと同じ踊りしてんだよな。この人でしょ。そうよ。ベラでしょ。いいね。気に入ってんじゃん、あれ。ちょっと仲良く。結構次々来るんだね。いやでも今日結構仲良くなれたんじゃない？いいんじゃない？この人は誰なの？そしてアンソニー。アンソニー、大人。あ、さっきいた人？そうだね。かな。いいぞいいぞ。ちょっと。ちょっと。
ルーニース、ギャルシー、どうだ？いいんじゃないの？友達として。あ、なんかあ、これがなんか回収したんだ。友達を作る。いやー、こんなに夜いっぱい来るんだね。あれでもちょっとなんか下にゲージピンク色ついたよ。嘘。いいんじゃない？じゃあちょっと、恋愛対象になってきたんじゃない？手をつなぐってあるよ。手をつなぐぐらいいいんじゃない？ちょっと、マジで手をつなぐぐらいいいだろ。でも全然違う女の子の方行ってよ。ちょっと、どういうこと？ジョシナ、何あれ、ババアババアではないのかな。あれ、頭になんか巻いてるんだな。でもすごいセクシーな服じゃないこの人。すごい服着てるよ。ちょっと手、あれ、手、会話、手をつなぐ、あれダンスちょっとやめればいいんじゃないかな。どうだ、手つないでくれるか。手つなぎに行く。いた、いた。ラプナ、あ、手つないだ。あれ、おトイレ行きたい。こんなタイミングで。嘘でしょ。嘘でしょ。こんなタイミングで。トイレ、漏れちゃう。恥ずかしい、漏れたら。ちょっと待って。ごめんね。あ、お、いいじゃん。あ、眠い。もう帰るわ。今日はここまで。ごめんね。帰る帰る。ちょっと帰ろう。おトイレのことばっかり考えてる。またね。よかったんじゃん、でも。ちょっと漏れそうだから、ちょっと、やばい、やばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。まりちゃん、まりちゃん、急いで。すごい、なんか夜はこれからだ、的な感じだったのに。そうだね。ちょっといい感じになってきたのに。うん。トイレ行きたくなっちゃった。はい、帰ってきました。はい。いや、でも、急いでトイレ行った方がいいと思う。そうだね、急がないとまずいんじゃない？やばいやばいやばい。あ、もう行くって。行ってくれるって。いやー、でも仲良くなれたんじゃないですか？じゃあ。ダンさんだっけ？あの、ダンさんとあれですか？ダン、あ、うん、ダンさんと。ダンさんの狙いを定めてるわけですか？そうですね。いいんじゃないですか？でもだいぶライバルいましたよ。あー、なんかね、モテモテっぽかったもんね。うん、スポーツ選手っすよ。しかも。ねなんかずっと同じ踊りして、求愛してる人もいたし。そうだね、横でね。うん。巨乳のお姉さんもいたしね。そう、いたし。ちょっと負けちゃってるかな。次々女性増えてたから。まあ、頑張ろう。今日はもう、とりあえず寝て。そうっすね。ね。また今度、次回、またあのダンさんを落とすために、頑張りたいと思います。はい。はい。じゃあ今日はここまで。はい、わかりました、はい。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。